皆さんこんにちは、縫い物時間フェルケートです。今回は久々の初めての針と糸シリーズをやってみようと思うんですけども、で何の紹介をするかっていうと、実はですね、このねフェルトートをちょっとご紹介させていただいて、で名古屋のねイベントで購入してくださった方がいらっしゃるんですけども、でその方が刺繍をね初めてするということで、でまあ糸はねどんなのがいいですかとか、いろんなねやり取りをインスタとかをね通してさせていただいてたんですけども、で糸に関しては私はよく使っているのがこの小巻デミという毛糸なんですよね。でこのね、毛糸については、ブログで今日ね、アップさせていただいたので、で、ホームページにもね、それが載ってるんですけど、で、概要欄にも、そのご紹介の内容をお付けしようと思うんですが、じゃあ次、針はどうしようかなっていうふうになったんですけども、で、実はですね、その針についてなんですけど、いつもね、動画で、ご紹介とかするときに、このね、ご自分が縫いたい糸が通ればいいですよ。特にそんな針なんて、なんていうのかな、この針を絶対使いましょうとかね、そういうことをまあ逆にしないで自由にそのお家にあるものを使ってもらえればいいですよなんて話をしてたんですけども、よく考えてみたらその初めてね刺繍をされる方とか、あと縫い物自体が初めてやるとか、あとはこうなかなかねやる機会なかったけど今回ちょっとやってみようかなっていう方が、お家にあるその針で何かこう選んで自由にってもし言われたとしても、そもそもお家にね針がそんなにないかもしれないじゃないですか。でなった時にその選ぶって言っても選ぶ種類もないしなみたいな感じで、じゃあだったらどんなの買えばいいのかなみたいな風に普通に思うと思うんですよね。で確かにそうだなというふうに私も思って、で私の場合はそのね、昔からこうお縫い物とかが好きで、その手芸屋さんとか行ったらね、もう適当にこう買うんですよ、あの針を。こんな、なんかこの辺使ってみようかなっていう感じで、特に何針も決めずにね。で、お家に帰ってきて、で、今回はこれを通してみようとか、あれを通してみようって言って、で使いやすい、使いづらいとかって言ってね。で、あまり使いづらいものはお箱入りになって、よく使うものが、こういった針山に刺さっていくっていうイメージなんですけど、で、じゃあ実際に、じゃあこの針がいいですよっていうふうにお伝えしたいとしても、もうね、ここがね、ちょっといい加減なところで申し訳ないんですけども、その針を、ちゃんとこの針は何番の針だって控えてないんですよね。で、なのでその、何番の何ていうのがいいですよっていうふうに、ちゃんとね、こう的確にお伝えすることがしてあげられなくって、で初心者の方からするとね、なんか、それはね、ちょっと何ていうのかな、いろんな中で、じゃあ、こんなあるけども、ご自分の好きなのをどうぞとかっていうのはいいと思うんだけど、もういきなりね、好きなものをどうぞっていうのは、ちょっとね、なんか申し訳なかったかなというふうに思ったので、今回、お家にあるのはね、本当適当にバラバラになっちゃってるんで、買ってきました。で、実際にちょっとね、いろんなものを刺してみて、これがいいなっていうふうにご紹介できればと思いますので、ぜひ最後までご覧になってください。で、ちなみに、このチャンネルのご紹介なんですけども、縫い物、皆さん一緒にしませんかということで、で、縫い物って何かね、こう、物を作るだけじゃなくって、こう、作ってる時の時間とか、あとその、どんどん形が変わるワクワクした気持ちみたいなものとか、あとは逆に、ちょっとね、寂しい時とか、なんかちょっと辛い時みたいな感じの時も、こう、一針一針に集中することで、その時のね、頭のこう、もやもやしたものを一回ポンと外に出してくれる、そんな存在なんですね。で、縫い物時間もご覧になっていただいて、一緒にね、それをやっていただくと、そんな体験ができますよっていうことなんですけども、今回みたいにその初心者の方がね、できるかなとか思うじゃないですか。そんな方でも大丈夫です。こちら、再生リストになってますけども、初めての針と糸シリーズということで、主に手縫いなんですけれども、そのね、縫い方の動画、いろいろご紹介してますので、そちらを見ていただいて、あ、できそうかなっていうふうに思ったら、私と一緒に縫い物時間を過ごしませんか。ということで、今回は初めての針と糸、針編をね、詳しくお伝えさせていただこうと思います。ということで、スタート。はい。ということで、こんな感じで買ってきました。で、まず最初は、フランス刺繍糸。これよくある刺繍糸で、で、ちなみに、その今回のこのね、刺繍糸のメーカーが、よくクローバーっていうのがあると思うんですけど、今回はね、違うんですよ。なんですけど、その手芸屋さんっていうかね、に聞いたら、この番号、基本的に針の番号っていうのは、どこのね、メーカーでも同じですよっていうことなので、これをちょっと今回買ってきたみたいなんですけども、で、今これ、7から10っていうふうに書いてありますよね。で、細い方が、番号が大きい。7から10。ちょっとね、見てもらうと、こんな感じですよね。そして、次、
5から7って言うと、今度、これは細いって書いてあるけど、こっちは波って書いてあるんですよ。そうすると、わかりますかね？少し太くなってるんですよね、針が。そして、さらに、こちら。3から5っていうふうに書いてあって、で、そうすると、これは太いっていうふうに書いてあるんですね。で、ちょっと見てもらうと、針の、特にこれとこれを比べればわかるかな。こんな感じで、針の太さが違うんですよね。で、針の太さが違うということは、針の穴の大きさも違うということで、なので、単純に7から10の方が、針の穴が細くて、3から5、数字のね、小さい方の針が太い方が、針の穴も大きいっていう風になりますね。そして、今回は、これ、クロスステッチ針っていうのを買ってきたんですよ。で、これはクロスステッチっていう、まあ別のね、また刺繍があるんですけど、私はクロスステッチ刺繍はやってないんですけども、その、私がそのよくやるのは、その、それ用の針ですよっていうことなんだけども、普通の刺繍にも使えたら使っちゃうっていうようなイメージで、自由にいろんな針を使ってもいいんじゃないですかっていうふうにお伝えしてるんですね。で、それが、まあ例えばだけど、これ見てみると、結構針穴がね、大きそうだなっていうふうに思って今回買ってきたんで、これも試してみようかなっていうふうに思います。そしてこれが普通の縫い針。で、これはなんでこれをね、今回買ったかっていうと、長さがね、ちょっと違うじゃないですか。なので、その縫う時のね、実際そのどっちが縫いやすいかみたいなのもあると思うので、その辺もお伝えできたらなっていうふうに思うんですよね。ということで、まずは、小巻きデミ、私がよく使う小巻きデミが、どの針だったらよくね、こう使いやすいのかなっていう感じで、ちょっと検証してみようと思うんですけども、普通に考えてね、この一番太い、3から5番のフランス刺繍針かなというふうに思うんですけど、ちょっとね、開けてみますね。これを開けると、これすごくないですか？もう、ハサミが入ってるんですよね。びっくりしちゃいました。ハサミと、あと、糸通しね。糸通しはね、頑張って一生懸命針の穴に糸を入れようとしないで、こういうね、道具を上手に使うといいですね。しかもなんかこれ、何気に、ちょっと可愛くないですか？ね。で、こんな風にね、針が入ってるんですけど、で、これ、どれが3で、どれが5で、どれが4かっていまいちわかんなくないですか？で、ここに、こんな感じで、一応表記はあるんですよ。で、だけど太さもなかなか分かりづらいから、この場合はね、長さがいいと思いますね。3が一番長くて、で、5が一番短いっていうのが分かるじゃないですか。そうすると、なんかこのね、下を揃えてみたらいいんじゃないかなと思って。下を全部きれいに揃えた時に、2本ずつ入ってるわけだから、こうなってますよね。だから、一番上が高いから、一番上が3番。そして、その次の、こう、脇が4番。そして、一番端の脇が5番っていう感じかなと思いますね。で、じゃあ、まずは5番、この中のね、一番細い5番がどうかなっていうので、ちょっとね、やってみようかなと思います。指抜きを使って、鼻にこれを、ね、通して、毛糸を通して。で、この抜くときに、すごいこう、って力を入れなきゃいけないとなると、多分、もう、この糸は、この針穴に合ってないんですよね。で、今回みたいに、スッと入るときは、あ、これなんかもしかしたら、合うかもしれないなっていうふうに思っていいと思うんですよね。割とね、この、もう、スルスル、する感じですね。引っかかりがあんまりない感じ。この毛糸が潰れない感じっていうかね。で、じゃあ、縫い心地。これね、刺しました。これはだから、5番ですね。この中で一番細い針ですね。じゃあ、ちょっと引いてみます。あ、全然大丈夫だ。うん。これ、大丈夫ですね。だから、フランス刺繍針の5番でも大丈夫っていうことですね。だから、逆に言うと、4番、3番は絶対大丈夫っていうことになりますよね。基本的にね、もしお家にある針でどれが合うかなってちょっとね、考えようかなと思った時に参考にしてもらえればと思うんですけど、要はさっきみたいに穴にこう毛糸を通しますよね。通して通ったんだけど、なんか引っかかりがある時になんであんまり良くないですよっていうかっていうと、今みたいに
こうやって刺しますよね。そして針穴と一緒に毛糸も向こうに通りますよね。その時にここでね、針穴に通ってる状態は毛糸が一本なんだけども、布を取るときはこうやって二本になるじゃないですか。そうすると倍のその厚みというかね、が必要になってきて、でその時に針穴が小さすぎるとここでこうクッと止まっちゃうんですよね。これ以上いかないみたいな。この布をね、あの穴を開けてくれた穴が小さすぎるんで。で、これを一生懸命こう引っ張って、クーってやんなきゃいけなくなってくると、それをずーっと繰り返しながら刺繍をしてると、まず手が疲れてしまうっていうのと、あとはこの布をね、こう引っ張ったりとかいろいろすることになるんで、あと毛糸自体にも負荷がかかってくるんで、あんまりね、こう疲れちゃうし良くないかなというふうに思うんですよね。で、引っ張りすぎちゃうと、こういう毛糸の、この、ほわんとしたね、こういう感じがね、なかなか出づらくもなってきて、常にこう引っ張るような刺繍になってしまうので、この針穴っていうのは、こう一本が頑張って通ればいいっていう感じじゃない方がいいですよっていうことをね、お伝えしてるんですね。ということなので、まずは、これ。フランス刺繍針の、この数字が大きい方が小さくなるんで、5番でも全然大丈夫っていう感じですね。じゃあ次、5から7。これ普通のね、こう太さの刺繍の、針っていう感じらしいんですけども、基本的にこうなんですね。一番中側が、この中でいう一番太いの。そしてその次、そしてその次っていう感じなんですね。あ、なるほど。これほら見て、3、4、5ですよね。そしてその次、5、6、7だから、ダブってるんだ。ということはもう5はやったから、今度は6番のこの針を使います。これ結構ほら、わかります?なかなか、ちょっとこう、力入れないとっていう感じですね。で、力入れすぎちゃうと、このね、糸通しのね、この根元が取れちゃったりするので、もうきついかなと思ったらやんない方がいいですね。でも一応通った。じゃあ縫ってみましょうか。通しました。引っ張ってみます。うん。でもまあまあ、結構大丈夫かな。うん。こんな感じですね。でもちょっとまあさっきよりやっぱり、ね、こんな感じで。でもまあ思ったより大丈夫ですね。こうやって、こう表で常に見ながらね、縫う縫い方も試してみたりすると、こう、難なくできるかなとかね。ちょっとやっぱ引っ張られる感じというか、きつい感じがあるんで、もう一つ、クロスステッチ。ここに見ると、太さ、一番太いのが 0.89 なんですって、針が。この太い3から5、5番が 0.84 とか、0.4 番 0.91 だったんで、そのぐらいと同じかなって気がしますね。なんで、ちょっとこの、意外と毛糸刺繍には向いてるかもしれないですね。この中で一番太いのを使ってみようと思います。これをね、抜いて、こんなに、こう長いんですよね、穴が。で、クロスステッチの針は案外鋭くないんですよね。こんな感じで見てください。どんどん触っても大丈夫。なので、逆に言うと、その目がね、細かい、布っていうのは向かないんですよ。なんで、これがどうかですよね。ハンプがね。あ、でも結構ほら、大丈夫。スポッ、スルッと入る。じゃあ、抜き心地は。あ、これもいいですね。これもいい。ほら、すごいスムーズ。いいですね。ちなみに、この、こっちの表から出す方は、あ、結構これもやりやすいかな。いいですね。クロスステッチ、これも結構いいな。番号書いてないんだね。このね、長さが42で、太さが 0.89 っていうものを使っています。ちなみになんか商品の感じはこんな感じ。こんな感じですね。これもご参考までに結構いいかもしれないですね。そしてもう一つ。この普通の針、普通地用っていう感じでね。で、これはどんな時にね、刺繍で使うかっていうと、一本で刺繍をね、する時があるんですよ。こんな感じのね、これも刺繍糸一本だけなんですよ。こういう時に、どんなその針がいいかなっていうことで、普通の縫い針でもいいんですけども、何がいいかっていうと、まずは、針穴がめちゃめちゃ逆に小さいんですよね、これ。で、一本の時は、割とね、その針穴がスカスカになっちゃうと、これもね、一生懸命その、糸が抜けないようにこう気を使わなきゃいけないんで、疲れちゃうんですよ。なので、これぐらい、その、針穴が細いと逆に楽だったりするんですよね。ほら、めちゃめちゃ
小さいんだけど、わかるかな。なので、やっぱりね、この糸通しを使って、ほら、一本ってこんな感じなんですよ。普通の糸と一緒ね。ちなみに、今使ってる刺繍糸は、アンカーっていうね、刺繍糸なんですけど、これがね、6本束になって、糸になってるんですよ。よってあるっていうかね。それを、こう1本だけ抜いた状態が、今、この状態です。で、これをね、縫っていくんですけど、ここでね、これが、穴が、こう、細いんだけど、長かったりとかね、あと大きかったりとかすると、この糸が、こう、スル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 動いちゃって、結構安定しないんですよ。だけど、こんだけ、こう、ピタッと穴に収まってると、結構いいかなと思って。で、この長さと、短い方の長さ、どっちが使いやすいかっていうのは、まあ、好みもあるかなっていうふうに思うのと、個人的に言うと、こうやって一個一個、表から入れて、裏から出して、そしてまた裏から入れて、表から出す、みたいな感じの時は、短い方が使いやすいかなって気がします。なんだけど、さっきみたいに、表だけを見ながら、どんどんこうね、縫っていきたい時、こうやって縫っていきたい時には、長い方が使いやすいかなというふうに思いますね。そうすると、次のこう布にもね、2回ぐらいこうやっていっても、結構ここに余裕があるんで、こう使うのが疲れないっていうかね、こんな感じでやるといいんじゃないかなというふうに思います。はい。こんな感じで、まずは、巻き耳に合うのは、フランス刺繍針の番号が3から5と、クロスステッチ針、番号が書いてないんで、長さが42ミリ、そして太さが 0.89。意外とものすごく使いやすかったですね。そして、刺繍糸を1本で使うときに、長さがね、ちょっと違う針でこう縫っていくときに、波縫いをね、細かくするときに、どっちの方がこう縫いやすいかなっていうのをちょっとご紹介っていう感じですね。はい。ということなので、皆さん、こう、どのね、こう針が、こう、糸に合いますかっていうのはなかなか難しいと思うんですけども、で、こうやってね、少しずつこう、ご自分で、こう、買い足していって、で、またこの毛糸じゃなくって、違う毛糸、例えばだけど、この毛糸でやるときは、どの針がいいかなっていうふうに、あるものの中から、こう、ご自分でね、さっきみたいに刺してみてもらって、あ、これだと疲れなさそうだなとかっていうのを、いろいろね、試していただいて、そこからはもうね、自由にこうね、使っていただければいいかなっていうふうに思いますので、まず、最初にこうね、何を買おうかなっていう時の、今日はご参考になればなというご紹介でした。では皆さん、一緒にチクチク楽しく、縫い物というか、あと刺繍ですね、を楽しく進めていきましょう。ということで、今日は最後までご視聴ありがとうございました。